私に任せなさい。大佬細聲嘅，喂喂，依家會唔會好啲？覚悟なさい。一戦カオスエッジネプネプにしてやんよ。楽勝楽勝。討伐か。都買個支麥嘅真係。よっ。作戦成功です。私の番ね。啊，你可能你平麥仲好過啲咁嘅同麥。一戦。カオスエッジ。ネプネプにしてやんよ。打唔到三隻，可以打到。打得起了哟！打中打中！これで、おしまい。魔女さんはどこですか？これが私たちの強さ。新人好，打击。ね、ラステーションの時みたいに追い返されないとは思うから、そう緊張しなくても大丈夫だよ。だといいですけど。ところで、アイちゃんはさっきから携帯を見て何をしてるです？グリーンハート様のブログを見てるのよ。ちょうどさっき更新があったから教会にはいるはずよ。いやいや、愛ちゃん、それは夢見すぎだって。この手のブログは、女神様じゃない別の人が、代わりに記事書いて更新しているって相場は決まってるんだって。無責任に人の夢を壊すようなこと言わないで。ごめんごめん。でも愛ちゃんって、普段はクールでかっこよさげな感じだけど、意外と乙女な一面あるよね。
乙女で悪かったわね。ネプネプ、アイちゃんをからかうのもほどほどにして教会に入るです。個人的にはもう少しアイちゃんをからかいたかったんだけど、まあ後でいいや。こんにちは、女神様に会いに来ました。おやおや、これはまた元気なお嬢さんが来たものだ。わしはイボワール。当教会に何用かな。女神様に会いに来たんだけど、女神様いる？素晴らしく運がないな。すでに本日の面会時間は終わってしまったのだ。けどいるんでしょ？ちょっとだけでいいから会わせてよ。ネプコ、過ぎてしまったものは仕方ないわ。また明日来ましょう。アイちゃんこそ諦めていいの？女神様がいるかどうかブログの投稿時間で調べるほど会いたかったんじゃないの？ちょっとネプコ、何もこんなところでそんなこと言わなくてもいいでしょう。ネプネプは容赦ないですね。それほどグリーンハート様を慕ってくれるとは、使える身としては嬉しい限りですな。しかし規則は規則、それにすでにグリーンハート様は次の仕事が入っていてな、申し訳ない。なら仕方ないですね。そういうことなら、今日は適当に観光でもして過ごしましょう。そうだね。あ、そうだ、イボジさん。イボジ、誰がイボジじゃ。鍵のかけらってアイテムって知らない？私たち探してるんだ。わしはキリジであってもイボジではないわ。何か知っていればイボじいさんも教えてほしいです。話を聞けって言うか、今度はイボじいさん。ちなみに形はこんな形をしてるんだけど、見たことないかな。この二人のボケにいちいち突っ込んでいたらキリなんてないわよ。そのようじゃな。で、イボなんとかさんは鍵のかけらは知ってるの？いや、生まれてこの方70年、そのようなものは知らんな。そっか。しかしグリーンハート様なら何か知っておるかもしれん。何せ何百年も生きていらっしゃるからな。何百年も？ってことはグリーンハート様ってバーバーン。おっと、ネプコそこまでよ。これ以上はダメ。まが、アイちゃん、ネプネプが変なことを言う前にさっさと帰った方がいいかもしれないです。コンパの言う通りね。ここで変な発言して面会を拒絶されたら元も子もないし。それでは、また明日来るです。ああ、待っておるよ。それでは、失礼します。あ、ごめんなさい、怪我はありませんか？いいえ、こちらこそ不注意を。ちゃん、どうしたです？ちょっと人にぶつかっちゃって。アイちゃんもうっかりさんですね。ネプコほどじゃないけど、そうかもしれないわね。アイちゃん、コンパ、早く観光行こう。今行くわ。アイちゃん、待って。
あれは。おや、来客の方ですかな。今日はいかようなご用件で。はい、私はルイーの宣教師コンベルサシオンと申します。ほう、それでルイーの宣教師が教会に何用かな。そう警戒なさらないでください。この度この教会に立ち寄らせていただいたのは、ホワイトハート様を布教するためではありません。では宣教師が布教目的以外で何用かな。はい、この度はホワイトハート様の命によりある情報をお持ちいたしました。他国の恵みが情報だと。はい、魔王崇拝についてです。魔王崇拝だと。このゲーム業界には4人の女神がおり、人々は必ず誰かを信仰し、その女神の守護する大陸に住んでいます。しかし最近どの女神も信仰せず、女神ならざる者を信仰している輩が世界各地で急増しているのです。それが魔王崇拝か。しかしそんな輩などこのリーンボックスにいるなど聞いたことはないぞ。リーンボックスにお住みの方々は熱心な信者の方々ばかりだと伺っていますので、そうかもしれません。しかしそれが外から持ち込まれたものだとしたらどうですか。お主のような宣教師がか。いえ、彼らは邪教徒、自らを宣教師などと名乗り公に布教などしません。あたかも一般人を装い、人の心の弱みにつけ込み、その者の信仰対象を女神から魔王へと変えていくのです。まさかそのような者たちがリーンボックスにも来ているというのか。はい、例えば先ほどあなたと面会をしたネプテューヌという少女ら、彼女も魔王崇拝者にして布教者、魔王ユニミテスの使いなのです。なんじゃと。しかしあのような年派もいかぬ少女たちがとなると、いかんせん信じがたい話だ。その証拠に彼女らは数日前に訪れたラステーションの女神の権威が落ちていることをいいことに、モンスターを呼び出し町の一角を破壊して人々に恐怖心を植え付けることにより、魔王信者を増やしていったのです。証拠にこの映像をご覧ください。信じられないと思いますが、私は見たんです。ネプテューヌという少女たちがモンスターを呼び出し町を破壊していくのを、あの悪魔のような笑顔でモンスターを操る少女たちの姿はまるで悪い夢を見ているような光景でした。ああ、思い出しただけでおぞましい。ガクブル、ガクブル、ガクブル、ガクブル。ガクガク、ブルブル、ガクガク、ブルブル。ああ、コンベルさん。ビデオコメント、こんな感じでよかったですか？あ、やば、余計なところか。今のはラステーション在住の匿名希望じいさん、かっこアブニール勤務のコメントです。彼はアブニールに入社以来身を粉にして会社に尽くし、その結果若くして重役まで上り詰めた真面目な青年で、嘘をつくような男ではないことはその経歴が証明しています。確かに嘘をつくような経歴ではないな。しかし
そのようなことを信じろと言われてもな。やはりあのような少女たちがそのようなことをするなど到底思えんのだよ。せめてこの目で見るまでは。でしたら、新たな証拠が見つかり次第お持ちしましょう。それで、リンボックス観光って何するの？なら、隣町のカフェはどうかしら。紅茶とスコーンが美味しいって評判で、一度行ってみたかったのよ。アイちゃんがそこまで言うのなら、私も食べてみたいです。私も。じゃあ決まりね。確か馬車が出ていたはずだから、馬車で行ってみましょう。もう馬車が走ってないってどういうことよ。この付近でもモンスターの数が増えてきてね。そのせいで馬車が出せないんだよ。それじゃあどうやって隣町に行けばいいんですか？そうだな、この時間だと商業用の馬車も走っていないだろうから、ダンジョンを越えていくしかないだろうね。そんな、せっかくリーンボックスに来てくれたのに悪いね。それじゃあ、私は仕事があるからこれで。アイちゃん、どうするです？しょうがないわ、丸一日かかるような距離じゃないし、歩いていきましょう。そうですね。ところでアイちゃん、隣町への道はわかるですか？ああ、そうだった、馬車が出ていることくらいしか知らなかったんだ。とりあえず誰か人に聞いてみましょう。それなら愛嬌いっぱいみんなの人気者たるこの私に任せてよ。ねえコンパ、このネプコの地震はどこから来るのかしら。です。ねえねえ、ちょっといいかな？私？うん、私たち隣町に行きたいんだけど、行き方を教えてくれないかな？それならこの町の南口から出てまっすぐだよ。そんなに道が入り込んでるわけじゃないから、わかりやすいと思うよ。あ、そうだ。この地図、もう私には必要がないから、あげる。いいの？はーい！ありがとう！お、あ、しー。どうしたの？そんなにまじまじと人の顔を見て。もしかして、ネプテューヌさん？そうだけど。やっぱり、うー、会えて嬉しいよ。あれ？もしかして、私を知ってる人？うん。って言っても、私が知ってるのは別の世界のネプテューヌさんなんだけどね。じゃあ、あなたも別の世界から？うん。あ、そういえば、まだ名前言ってなかったね。私、鉄拳。よろしくね、こっちの世界のネプテューノさん。うん、よろしく。ネプコ、どう？あんまりしつこく聞いちゃダメよ。ごめんね、アイちゃんが呼んでるみたい。それじゃあ、地図ありがとね、鉄拳ちゃん。うん、またね。ネプテューノさん、こっちの世界のネプテューノさんもあの二人とは仲良しなんだ。また会えるといいな。本汗雷啊，谁不是阿迪克听着
다 무상경. 修成功！哇，你怪咁有型。邪魔よ！ネプネプにしてやんよ！太远多谢，打唔到啊！变数。女優さんはどこですか？お注射の時間です。私の番ね。一戦そこね。患者さんはどこですか？痛いですよ。私のターン。ほいだ。私の番ね。もらった。ネプネプにしてやんよ。大勝。トン。すきあり。熱。で、やられたいの誰？そこね。一戦。ネプネプにしてやんよ。実験台発見です。この調子で。あーき。トン！ジャンプ！いい？さっさと終わらせて先に行くわよ。わあ、好樣衰。覚悟なさい。これはおまけよ。取っておきなさい。ネプネプにしてやんよ。ほいだ！ほいだ！じゃ、ブレイズ使ってね。治療は任せるです。患者さんはどこですか？私の番ね。邪魔よ。余裕余裕。私の番ね。狙ってこう。もらった。カオスエッジ。待ってました。ほいだ。叩きたい。この治療は任せるです。
い実験台発見です。待ってました。叩き切るよ。大勝利。やったです。レベルが上がったです。倒さんで。え、やられたいの誰？そこね。カオスエッジ。私のターン。やっ。まったく。怪我の治療は任せるです。お注射の時間です。頑張るです。もらった。チャラララ、チャチャチャ。この調子でどんどん強くなるわよ。カオさん。是魔法攻击。お宝ゲット。いい？さっさと終わらせて先に行くわよ。覚悟なさい。これでとどめよ。プネプにしてやんよ。ほいや、やったね。エイです。いい実験だ。好緊張。何をするんですか。こんな。大丈夫だ。やられたいの誰。覚悟なさい。カオスエッジ。怪我の治療は任せるです。これが私たちの強っ。油断しすぎよ。あれは西王。邪魔よ。カオスエッジ。待ってました。好差啲。マユさんはどこですか？いい実験台発見です。ネプネプにしてやんよ。私の番ね。これはおまけよ。取っておきなさい。取っとくわく。お注射の時間です。これが私と。お宝ゲット。やっと。有無西方にいるの？何も。奇襲成功。カオスエッジ。ネプネプにしてやんよ。ほいや。余裕だね。治療は任せるです。頑張るです。いった。余裕だね。私の番ね。
高男性ミスターへコンパ奇襲成功。邪魔よソウルズコンビネーションネツネツにしてやんよほい余裕だね。手ごな治療は任せるです。ごめんなさいです。痛くないわよ。注射器はいかがですか。いい実験台発見です。私の番ね。去了体重啊浩瀚你ヨヨジャンプヨお宝ゲット。よろしくお願いしますです。バーバラおおこの八百幾的打夠佢。ラッデルフェス私のターンやっ楽勝し余裕だね。まだまだみんな元気になるですよ。怪我の治療は任せるです。痛い。いい実験台発見です。やられたいの誰？トン！ジャンプ！トン！ジャンプ！よっ！你可能買苦月送嗰個 file 咩 file 啊？作戦成功です！ね？やられたいの誰？有冇銅？邪魔よ！これはおまけよ！取っておきなさい！で、やられたいの誰？もらった！落ちなさい！叩き切るよ！次回も！哇，直接用重攻擊術。みんなまとめてやっつけるです！私の番ね。覚悟なさい。カオスエッジ私のターン。ほいだ楽勝楽勝。これでおしまい。怪我の治療は任せるです。痛いやったです。痛っ痛くないわよ。痛いですよ。いい実験台発見やったです。やられたいの誰？覚悟なさい。カオスエッジファイト叩き切るよ。次回も私の活躍にトントントン、トンやっトンジャンプやっジャンプ。なかなかいいものじゃない。
お宝ゲット。やっ、ジャンプ。やっ、やっ。ダブルセーフポーン。ジャンプ。なかなかいいもん。ジャンプ。やっ、やっ。ジャンプ。やっ。え、セーフダイス、やった、あれ。強そうだからって逃げるわけにはいかないのよね。どうするんですか。うわ、覚悟なさい。カオスエッジ待ってました。活目せよ。だってね、変身完了。確実に仕留める。せい、燃えなさい。ワック、私が直すです。サンジョさんはどこですか。回復です。私の番ね。覚悟なさい。これでとどめよ。相手は誰。クリティカルエッジ。ワックワック。回復です。で、やられたいの誰。一戦カオスエッジ。相手は誰。セイ、やっ、正面から切り込む。患者さんはどこですか。回復です。で、やられたいの誰。これでとどめよ。ワック、私が直すです。いった、セイ。そこ、正面から切り込む。私の番ね。邪魔よ。これはおまけよ。取っておきなさい。怪我の治療は任せるです。セイ、やあ、正面から切り込む。私の番ね。もらった。カオスエッジ。患者さんはどこですか。こんな攻撃。我打两次阴谋嘅你。私に任せなさい。一戦カオスエッジ。私の番ね。私は負けない。怪我の治療は任せるです。回復です。私に任せなさい。もらった。一戦、これはおまけよ。取っておきなさい。いった、やっ、力不足がこんなに悔しいの。やったです。レベルが上がったです。爹地爹，哎，拍药先。これで届く。負けました。叩きましたね。これは痛いよ。ワックワック。この調子でゲーム業界を平和にするです。
よっジャンプよっドンジャンプお前セイフよっジャンプだいぶ歩いたけどまだつかないの私疲れたですちょっと休憩しないですか地図によればもう少しのはずなんだけどまあいいわ少し休憩してから行きましょうおそこの君たちちょっといいかなナポお兄さんもしかしてナンパけどごめんね全世界70億人の画面の前のお友達のためにもお受けできないんだほら私のファンってモブとはいえ男の人と話すだけでも嫉妬しちゃう純粋な人たちばっかりだからさいえナンパとかじゃなくただちょっと話を聞いてもらいたいだけなんですお話です?ええあなたたちは魔王ユニミテスをご存知ですか?ユミニテス?いえ、ユニミテスです。魔王ユミニテスね。魔王なんて私は初めて聞いたけど、コンパは知ってる?だから、ユニミテスですからね。ユニミテス。私も、バルサミコスさんなんていう魔王さんは知らないです。いや、あんた絶対わざとでしょ。もはやミとスしか合ってないよ。それで、その魔王さんの使いが私たちに何のようです?ねえ、実は僕、ユニミテスの使いと言いまして、魔王様の布教をしているんです。だいぶ遠回りしてしまいましたが、今日はお嬢さんたちに魔王ユニミテス様の良さを知ってもらおうと声をかけたんです。うさんくさいわね。残念だけど諦めてちょうだい。私たちは魔王を言うなんとかなんて興味ないし、ちゃんと信仰している女神様がいるわ。はいです。私はパープルハート様を信仰しているです。あれ?そういえば、ネプネプはどうなんですか?私が進行するって言ったら、もちろん、私なんちゃっていいよ恥ずかしいナルシストって思われちゃうかもあれもしかして、滑っちゃった?まあまあ、そんな魔王様を邪険にしないで。楽しいよ、魔王崇拝。いや、邪険にしているのはあなたなんだけど。そうだ、ここで会ったのもきっと魔王様のお導きのおかげ。君たちには特別に、この魔王ユニミテスグッズセットをあげよう。いや、私たちそんなのいらないから。そう言わずに受け取ってよ。便利な日常品だって入っているんだよ。例えば、この魔王印のマグカップは、職場や学校でも使えるシンプルデザイン。このマグカップで飲むコーヒーは格別さ。そして、魔王様のシルエットが印刷された油取り紙は、思春期の少年少女には必需品。さらに、豪華イラストレーター陣が自分たちのイメージする魔王様を描いた、魔王ユニミテストレカのボックスセット。そして、そのカード用に書き下ろしたイラストを一冊にまとめた薄い本は、全年齢対象だから子供でも安心して見れるよ。でもって、一番の売りは、この魔王様のシチュエーション音楽ディスク。添い寝やお風呂、ゲームをしたり、魔王様とのいろんなシチュエーションを60分も楽しめるんだ。もちろん、ダミーなんとかマイクっていう人の頭の形をした高いマイクで収録してるから、臨場感抜群。いつでも魔王様をそばに感じられる超お得な一枚さ。ちなみに、
今各大陸の魔王様公式ショップで買い物をするとスタンプが貯まるんだけど、なんとそのスタンプカードを全て埋めると魔王様の等身大抱き枕と引き換えることができるんだ。Okay, ちょっとモブキャラのくせにセリフ多すぎ。てか私以上に長セリフを喋るなんてずるーい。プロデューサーに訴えるよ。まあまあ、僕なんかこれくらいしか出番がないんだし、ちょっとくらい多めに見てよ。缶バッジもつけるからさ。缶バッジどころか、こんなの全部いらないわよ。ただより高いものはないって、おじいちゃんも言っていたです。だから、返すです。僕からの気持ちだから、ぜひ受け取ってよ。それじゃあ、僕は次の勧誘があるから、これで。どうすんのよ、これ。さすがに、捨てていくわけにもいかないですから、お持ち帰りですね。はぁ、なんでこうも変なのに絡まれなきゃいけないのかしら。で、ネプコは何してるの？うん、せっかくもらったんだし、休憩ついでにどんなのがあるか見てみようかと思って。おお、これが噂のダミーなんとかマイクを使った誰とこシチュエーションだね。って、あれあれ？どうしたんです？ネプネプ。うん、このディスク見てよ。なんかモンスターが出てくるあのディスクに似てない？なんですって？ネプコ、ちょっと貸して。わわ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 、なんか光出しちゃったんですけど。私とアイちゃんの紙袋の中も光出したです。あの男、騙したわね。あー怖い。ネプネプ、変身です。早くこいつら片付けて、教会に報告に戻りましょう。こんなのが街中でばらまかれたら、大惨事よ。よろしくお願いしますです。言いたくないわよ。覚悟なさい。カオスエッジ。私の番ね。ワクワク。あ、錯在や。ワク。途中車の時間です。いい実験台発見です。決めさせてもらうわ。遅い。正面から切り込む。私の番ね。一戦。次、次。いった。患者さんはどこですか？で、やられたいの誰？もらった。これはおまけよ。取っておきなさい。ワク。注射器はいかに頑張るです。決めさせてもらうわ。そこ、ジャンピングアーツ。ね、やられたいの誰？この調子でどんどん強くなるわよ。だいぶ手こずったわね。次のが出てこないうちにさっさと破壊しておきましょう。ん？どうしたのよ。変身前の私が割りたがっていたから。その、ああ、そういえばそんなこと言ってたわね。すっかり忘れていたわ。う
確かラステーションで工場に閉じ込められた時だったです。忘れていなければ次に割らせてあげるわ。それよりも今はこのことを教会に報告しに行くのが先よ。これで良かったでしょうか。ええ、成功です。きっとユニミテス様も喜んでおられるでしょう。では約束通りこのスタンプカードにスタンプを。はい、これでよろしいですね。やったー、これでスタンプコンプリートだ。ぜひ魔王様の抱き枕カバーと引き換えてください。はい。ところでコンベルサシオン様はこれからどちらへ。私は再びリーンボックスの教会へ向かいます。あなたのおかげでネプテューヌたちがモンスターを呼び出す証拠をつかむことができたのですからね。これは思っているより深刻かもしれないわ。どうしたんです、アイちゃん。独自の情報網で調べたんだけど、最近ユミニテスの使いを名乗る魔王信者が増えているらしいのよ。けどそんな名前の魔王さんなんて聞いたことないですよ。私もないわよ。ネプコはって聞いても記憶喪失じゃ知らないか。さてそれはどうかな。まさか何か知っているの。知らないよ。期待した私がバカだったわ。これがその証拠となる写真です。なんということだ。まさか本当にあの子たちが魔王ユニミテスの使いだったとは。これで信じていただけましたか。信じるも何も信じるしかなかろう。それではあなたにはこれをお渡しします。お、なんじゃこの小さな瓶に入っているどろり濃厚な液体は。毒です。毒じゃと。はい、これであの者をネプテューヌを殺すのです。ネプテューヌは二人の罪なき少女をかどわかし邪教へ陥れた張本人。決して許してはいけません。捕らえるだけではならんのか。魔王崇拝は各大陸の女神様の一番の悩みの種です。真に女神様を思うものならば内密に処理することも我々信者には必要だと思います。確かに最近のグリーンハート様はまるで何か悩みでもあるかのように以前より自室にこもるようになってしまった。ならば今あなたにできることはグリーンハート様の悩みをこれ以上増やさないことのみではありませんか。
おやおや、あなた方は確か先ほどの。何か当教会に急用でも。急用も何も、ユニミテスの使いというやつに出会ったわ。なんと！それで、信者にならないかって勧誘されて、モンスターを生み出すディスクをもらったです。モンスターを生み出すディスクとな。その話、詳しく聞かせてくれんか。もちろん。まずは各大陸を悩ませているモンスターの出所から説明するわ。なんと、そのような危険なディスクがあったとは。あんなもの、街の中でばらまかれたらただじゃ済まないわ。だから、すぐにグリーンハート様に伝えてほしいの。確かに、ラステーションのようになることだけは避けねばならぬな。ん？ラステーションです？早速グリーンハート様に伝えさせてもらおう。そしてお主らはよくこのことを伝えてくれた。褒美として今夜開催されるパーティーに特別に招待しよう。おお、イボッチ太っ腹。やっぱり美味しいものたくさん出るの？イボッチ。あ、もしかしてそのパーティーって女神様も来たりするのかな？グリーンハート様は常にご多忙な身。保証はできませんが、もしかしたら出席なさるかもしれません。本当？帰るといいですね、アイちゃん。では日が落ちた頃にまた教会に来なさい。わしが会場まで案内しよう。じゃあそれまで適当にこの町で時間を潰しましょう。それならちょっと早いですけど、宿を取りに行くです。ああ、 IF さんはちょっと別件の用があるので少し残ってもらえますかな。私に？ええ、少し二人だけで話したいことがありまして。で、私と二人だけで話したいことって何？その前に一つ確認しておきたいことがあります。あなたはグリーンハート様を信仰しているものの、この国のものではありませんね。それがどうしたっていうの？それどころか、どの国にも所属していない根なし草でもある。違いますか？調べたのね。失礼ながら調べさせていただきました。そういえば昔聞いたことがあるのを思い出したわ。リーンボックス教会の長は、他国の信者どころか、たとえグリーンハート様を信仰していても自国民以外は認めないって。あなたがそうだったのね。で、私をどうするの？異端の信者として始末するつもり？本来ならそうしていただろう。だが今はこの奇妙な巡り合わせに感謝しましょう。どういう意味？あなたの連れにいる少女、ネプテューヌを始末してもらいたいのです。意味わかんないわよ。どうしてグリーンハート様を慕っている教会がネプコを始末してほしいなんて言うのよ。あの者はグリーンハート様だけでなく、ゲーム業界にとっても災いをもたらす者。遅かれ早かれグリーンハート様ご自身が制裁をお加えになるだろうが、私は女神様にお手を汚すような真似はしてほしくない。だから私に代わりに始末しろっていうの？見事ネプテューヌを亡き者にできたなら、あなたをリーンボックスの正式な一員として受け入れてくれるだろう。
私がリーンボックスに。ええ、今まで根なし草だったあなたはさぞかし自分の国が欲しいことでしょう。それを報酬として与えると言っているのです。確かに私は自分の国が欲しいわ。けど、だからってネプコを殺すなんて。ならなおのこと、この毒薬を受け取るのです。この毒薬は横島なる者にのみ効果を発揮し、清き者には水のように無害とされているのです。何よ、その妙に都合のいい毒薬は。あなたがあの者を清き者だと信じるのであれば、堂々と飲ませればいいだけの話です。私が断ったら。たとえ国民に不安を与えてしまおうが、蛇の者の疑いがある者は軍隊を使ってでも排除するだけじゃ。あのイボなんとかめ、あんな風に脅されちゃ嫌でも毒薬を受け取らなきゃいけないじゃない。それにしてもこれどう見ても毒よね。紫だしドロッとしてるし、なんか泡立ってるし、こんなの誰が飲んでも死ぬに決まってるじゃない。はぁ、参ったなぁ、どうすればいいのよ。って、考え事してたら迷ったみたいね。確か、こんな扉のある部屋を通ってきたような。お邪魔しまーす。はい、エクスポース、あー出ちゃうらぜーな。眩しいですわ。もう、誰ですの？せっかく気持ちよく眠っていたのに、邪魔をするのは。あー、すみません、今閉めます。もしかして、グリーンハート様？あら？女の子の声？あらららららら、らい。まあ、まさかこんなところに、こんな可愛らしい子が訪ねてくるなんて。うわぁ、うわぁ、かわいい？わふっぽいけん。わふがんフォン。あなたのお名前は何て言いますの？はい、私はIFと言います。そう、IFちゃんっていうのですね。とっても可愛らしくて素敵なお名前ですわね。グリーンハート様に素敵な名前だって言われちゃった。照れてるお顔も可愛らしいですわ。你間房依家仲叫正常。そうですわ、こうして出会ったのも。我的后面那个 BL 瓜 BL 瓜娃在。私とお話をしません。私がですか？ええ、高速だ。今回って年配の男性ばかりですので、会話の相手がいなくて、人間関係には退屈していましたの。確かに、教会で女の人はあまり見ないですよね。あ、すごく眠そうですけど、え、あの、やっぱり教会のお仕事とかお忙しいんですか？なら、少しでもお休みになられた方が。ああ、これは別に仕事のせいではありませんわ。昨日から徹夜でゲームをしていただけですわ。通電打機。さっきまで寝ていたのは、次の緊急クエストの発生まで仮眠を取っていただけですから、お気になさらないでくださいな。ゲームですか？女神様でもゲームをするんですか？ええ、
もちろん遊びますわ。ゲームもアニメも漫画も。さしずめ、三種のサブカル神器は、三度の食事よりも大好きですわ。じゃあ、グリーンハート様のブログのあのページは？え？もしかして、私の隠しページを見てくださっているんですの？はい。嬉しいですわ。そうですわ。せっかくですし、私とお友達になってくださいな。お友達？私が女神様とですか？後座有和佢教书，只打开新世界大门。あるのですね。あ、いや、むしろ光栄です。では、今から私たちはお友達ですわ。よろしくね、愛ちゃん。あ、愛ちゃん。お友達なのですから、愛称で呼び合うのは当然ですわ。なので、愛ちゃんも私をベールと呼んでくださいな。それがグリーンハート様の本当の名前なんですね。ええ。あ、けど、さらに親しみを込めて、ベーちゃんでも、ベルベルでも、好きなように呼んでも構いませんのよ。愛ちゃん、ベル。哇，直田把声好正啊！啊，愛ちゃん？すみません。私たら途中で興奮しちゃってつい頭に血が。お気になさらないでくださいな。私としては愛ちゃんとたくさんお話できて楽しかったのですから。私もグリーンハート様とたくさんお話できて楽しかったです。はじめはあんなに緊張してカミカミでしたけど、ようやく慣れてくださったのですね。いや、慣れって怖いですね。けど、今でもすごく緊張しているんですよ。ああ、你已经被 AI チェーンと洗了脑了。早く慣れてくださいな。頑張ります。あ、そうですわ。メールアドレスの交換を忘れていましたわ。いいんですか？いいも何も、私たちはお友達なのですから、メールアドレスの交換くらい普通ですわ。あ、テディ。これで、私たちはベル友ですわね。これが、女神様のメールアドレス。やった！遊びに来るとき以外にも、気軽にメールをくださいな。あ、はい！あ、そうだ。私、そろそろ帰らないと。あら、残念。もう少しお話をしたかったのですけど、お友達を待たせているのなら仕方ありませんわね。また、遊びに来ます。ええ、またいらしてくださいな。愛ちゃんなら24時間、いつでも歓迎いたしますわ。その時は、もっと美味しいお茶を用意してお待ちしておりますわ。愛ちゃん、彼女ならもしかして。愛ちゃん現在的口同对眼都不多的有点奇怪啦。どうしたんだろう。眼同埋个嘴啊。寄り道ですかね。有点奇怪啦。アート様に会いたくてこっそり忍び込んでたりして。いくら愛ちゃんがグリーンハート様が好きでも、さすがにそれは。ただいまー。愛ちゃん、お帰りなさいです。もう、いつまで待たせるの？ごめんごめん。イボなんとかってやつの話が長くって。そういえば、
お話って何だったんですか？確か世界情勢について聞きたいとか、そんな感じだったわ。なんだ、てっきり愛ちゃんのことだから、会いたい一心でグリーンハート様の部屋を探してたのかと思ったよ。何言ってるのよ。ネプコじゃないんだから、そんなことをするわけないでしょ。そんなわけで、パーティー会場にやってきました、野巻。美味しそうなお料理がいっぱいです。おやおや、皆さん、楽しんでいますかな。ちょうどこれから楽しむところだよ。あ、そうだ。せっかくだから、おすすめの料理を食べてくれないかな。こんなにたくさんあると目移りしちゃってさ。やっぱ旅先の料理は、地元の人におすすめを聞くのがセオリーだと思うんだ、私は。おお、でしたらちょうどおすすめの料理を持ってきたところじゃった。この山越シェフ特製、トリュフとフォアグラのキャビア添えはどうじゃ。世界三大珍味を惜しげもなく使ったリーンボックスでしか食べられない超高級料理じゃ。さすがリーンボックス、まさに高級食材の三位一体だね。すごいです。一体どんなお料理なんですか？新鮮なトリュフとフォアグラの上に世界的に有名な山越シェフがキャビアを乗せ、さらに小もみちシェフがオリーブオイルをかけた辛く調味料ゼロの素材の味を生かした料理じゃ。無駄に贅沢な料理ね。てか、味付けがオリーブオイルだけって。じゃあ早速この大きいのをいただきます。ネプコ、食べちゃダメ。どうしたの、アイちゃん。もしかして私が食べた塊狙ってた？けど残念、もうお腹の中なんだな、これが。あれ、もしかして私の勘違いだったの？ネプコ！え、ファンダイユ。ネプネプ、急に倒れてどうしたんですか？あ、超イブトゥトゥトゥオーピー。イボなんとか！あなたね、ネプコに毒を持ったのは。毒ですか？ハロー、超イブ。その通りです。しかし、これで彼女がジャのものだと証明されました。ジャのものって、あんなの誰が飲んでも猛毒に決まってるじゃない。ネプネプ、聞こえるですか？聞こえたら返事をするです。モノノモ、決まってる。今すぐにこのジャのもの3名を捕まえるのだ。こやつらはグリーンハート様にあだなすユニミテスの使いじゃ。はっ、イボワール様。違うわ、何勝手なこと言ってるのよ。痛いです、話してくださいです。お前もだ。痛いってば。お願い、話して。コンパ、ネプコ。お主たちはしばらく牢に入って頭を冷やすのじゃな。なーに、一週間も牢にいればユニミテスの洗脳など解けて改心するじゃろう。アイちゃん、あれから何時間くらい経ったですか？ちょうど3時間くらいね。助けを呼びたくても携帯は圏外で打つ手なしか。ネプコの様子はどう？薄暗くてよくわからないんですが、ネプネプの体どんどん体温も下がってるです。このままじゃ
そうだ、コンパなら何とかできないの？看護師の卵でしょ？無理言わないでほしいです。患者さんの診断や薬の調合なんて、お医者さんと薬剤師さんじゃないと無理です。ネプネプ、ごめんなさいです。私、ネプネプが苦しんでるのに何もしてあげられないです。そんな、私のせいだ。私がベール様のことで浮かれて毒のことを忘れてしまったから。お願い、誰か助けて、助けてベール様。私を呼びまして、アイちゃん。嘘、ベール様。アイベル失敗。とりあえず彼女はベッドに寝かせましたけど、まさか私の知らないところでこんなことになっていたなんて。アイちゃん、もしかしてこの人がビーンボックスの女神さんです？ええ、そうよ。アイビーの団長。アイちゃんすごいです。女神さんと知り合いだったんですね。けど、どうして私たちが捕まってるって分かったんですか？女神ですもの。パーティーの参加者くらい、ちょっと調べれば分かりますわ。本当は、あんな退屈なパーティーはいつものように欠席して、先週買った積みゲーを崩す予定だったのですが、愛ちゃんがゲストで参加すると分かれば、話は別ですわ。それで、会いに行こうと思って会場に向かった矢先にあの騒ぎでしたの。あの、もしかして最近ベール様が部屋に引きこもってなかなか姿を見せない理由って？積み毛を崩すのとネトゲが忙しかったからですわ。社交辞令だらけの退屈なパーティーよりもゲームをしたりちょっと楽しんだ方が有意義ですもの。ちゃん、リーンボックスの女神さんってやっぱり。ええ、ガチのゲーマーよ。悔しいけど、ネプコとの賭けは私の負けね。ネプコ、それがこの子のお名前ですの？バタ。はい。あー、けどネプコっていうのは愛称で、名前はネプテューヌって言います。ネプテューヌ、この子が。ベール様？あ、いえ、ただの独り言ですわ。それより、この騒ぎに詳しい話をお聞きしたいのですが。きっとお食事もまだなのでしょう。クッキーとスコーンしかありませんが、美味しい紅茶もご馳走しますわ。まさかイボワールが。それに、アイちゃんたちの会ったというユニミテスの使いも放ってはおけませんわね。けど、それよりも今はネプテューヌの解毒を優先した方が良さそうですわね。さっきよりも顔色が悪くなってるです。アイちゃんがイボワールから渡されたという毒ですが、かなり古い時代のもののようですわ。ベールさんは博識なんですね。話を聞いただけで毒がわかるなんてすごいです。いえ、私には毒物に関する知識はありませんわよ。じゃあ、どうしてわかったですか？話を聞きながら、ネットで調べましたの。やはり、ネットは偉大ですわね。匿名掲示板で質問してみたんですが、ちょうど専門家の方がいて、すぐにわかりましたわ。あら、どうしたんですの？
そんなドン引きするような目で私を見て。思っていたより、なんだかすごい人です。気のせいかしら。今コンパさんだけでなく、アイちゃんとの距離もぐっと開いたような気がしますわ。気のせいですよ。それよりも他に解毒剤の情報はなかったんですか？ありましたわ。けどそれを作るにはリーンボックスのある秘境に住むモンスターの素材が必要みたいなんですの。なら早速行くわよコンパ。はいです。あまた翻兩丁油咪啩。なんでベール様も一緒にいるんですか？かーん。ひどいですわ、アイちゃん。私と一緒にいるのが嫌なんですの？あ、いや、ビブ。そういう意味じゃありませんって。こういう時は、なんて言えばいいのかしら。冗談ですわよ。焦ったアイちゃんも、可愛いですわね。可愛い？これから行くダンジョンはまだしも、もしレベルを上げたくて、一つ前のダンジョンに戻った場合、きっと、三人パーティーを前提にバランスが取られているはずですから、一人欠けてしまっては、倒せる敵も倒せなくなってしまう場合もありますの。けど、私がパーティーに入ったからには、安心してくださいな。しっかりと、プロの仕事をお見せしますわ。もしかして、プロっていうのは？もちろん、ゲーマーとしてですわ。けど、ベールさんまで薬草を探しに行くとなると、ネプネプが一人になってしまうです。それなら心配はありませんわ。ラン、ラン！あ！なんか出てきたです！ランランはランランだよ。ベール様、この人は一体？もしかしてお二人とも、ランランを知らないのですか？はい。ランランは、ゲーム業界における、スタンドアローンコンプレックス現象そのものと言われているんですの。スタンド、なんです？簡単に説明しますと、悪性などにより国を捨て、豚さんのペルソナをまとい、その悪性を糾弾する流浪の民の総称ですわ。この子は少し前にリーンボックスに流れ着いたのを私が拾い、個人的に飼っているんですわ。ザ・ファイユー。飼っているって。例えではなく、ソンジョソクラの猟犬よりも優秀なんですのよ。おほー！業界内の政治に左右されることはありませんので、安心してくださいな。それでそれでベール様、ランランに何か用？これこれこういう理由で、私の部屋にいるネプテューヌの看病をお願いしたいんですの。ラジャーなの！さて、それでは参りましょうか。不欲ベール卡西夫電倒下啲劲。
再来来。哇，咩料啊张图？呢个系座舱大法嚟嘅呢个。啊，我只碟啊！哭你个街！啊，买装。四女神設定集，睇埋防具咯。买错添，我似乎系几耐之前嘅。都翻似乎即系买错嘢。哇，超级乜都有睇，犀利！哇！即刻找出嚟俾你睇嘅，个河仓又暴走，放翻啲奇异先。大嘅聲珠，
等一招 debuff 一招 buff。一招攻击技，飞先。打先。条約と、はっ、はっ、えい、はっ、と、と、えい、えんとわと、はっ、はっ、条約と、单查声优周期と、条約条約これ打が無声に随分卑怯な手を使ってくれるじゃない。私のターンですわ。どうです?手加減はしませんね。やられたいの誰?そこね。怪我の治療は任せるです。お注射の時間です。私に任せなさい。弱い。覚悟なさい。わっ!わっく。注射器はいかがですか？私でもできたです。どうです？次はどなたかしら？私の番ね。もらった。私のターンですわ。覚悟なさい。患者さんはどこですか？えいです。これが私たちの強さです。えい、えい、と、すきありです。さて、何をいたしましょうか。最多怼两只。どうです？そこ、私に任せなさい。もらった。そこね、カオスエッジ。ワクワク。お注射の時間です。いい実験台発見です。痛いです。哇第一期蓝死呀，喂就死的 combo。哈哈，ダージリンローテ。まだ私の番ですわね。格闘しなさい。ソウルゼコンビネーション。ビスビスビス。哇！哇！这个命中率。哇！みんな元気になるですよ。小心放流料。私に任せなさい。
有几多个 ending 噶？一戦。これでとどめよ。ワクワク。行くでーす。いい実験だよ。やったでーす。私のターンですわ。覚悟なさい。どうです？覚悟なさい。女神を甘く見てもらっては困りますわ。乾杯は戻ってきたぎさ。やっと私の番ですわね。どうです？手加減はしません。覚悟なさい。私に任せなさい。覚悟なさい。カオスエッジ。マンジュさんはどこですか？いい実験台発表したです。やりますわね。痛くないわよ。ポン。ダーシー。もらった。これはおまけよ。取っておきなさい。怪我の治療は任せるです。チーシーラオミ。治療するですよ。兩個エンディング。何をいたしましょうか。哎呀，屌唔够佢添。覚悟なさい。はっ。手加減チェックメイトですね。やられたいの誰？一戦。これはおまけよ。取っておきなさい。ワク。お注射の時間です。この調子でゲーム業界を平和にどんどん強くなるです。妖姬，哎，该你，别理。哇，咁低伤嘅，乜时间玩？怕什麼啊？打曬兩個 ending 出嚟都得啊！その油断が命取りですわよ。第一招技先，係單體技。誒，可以打兩隻喎，試下先。シレットスピア。私の番ね。啊！四月有只欧拉屎，唔玩欧拉啊！ジャンプしなさい。条約。いいものを見つけましたわ。条約。我唔会玩 Outlast 2啦。みんな、相手の攻撃に備えて。こんな程度でしたら。どうです？はっ。手加減チェックメイトですわ。もらった。怪我の治療は任せるです。私の番ね。もらった。ソウルズコンビネーション。怪我の治療は任せるです。エイです。行くです。これが私たちの強さです。レベルアップよ。
啊，东山剑啊！何かしらこれ。えい！先手はいただきましたわ。はっ！手加減はしませんわ。覚悟なさい。やられたいのだ。やすいにしよう。もはいがんみせ。一戦！覚悟なさい。カオスエッジ！ワクワク。注射器はいかがですか？お、ミス！ミス！アマチュア、オッケー。あらららら。落ちなさい！これはおまけよ。取っておきなさい。怪我の治療は任せるです。よめんちょくの。えいです！やったです！私のターンですわ。手加減はしませんわ。ダージリンローテ、私に任せなさい。一戦、これくらいよ。やはりレベルアップの音は何度聞いてもいいですわね。哇，痴线咁鬼痛呢！哈，覚悟なさい。手加減は私の番ね。邪魔よ。弱い、弱い。ワク。治療するですよ。で、やられたいの誰？邪魔よ。これでとどめよ。また私たちの。えい！はっ！えい！と！RPC バーナー。何かしら？条約？作戦成功です！私のターンですわ。差点打了你驱王と。手加減はしませんわ。手加減はしませんわ。私に任せなさい。第三大妈啦！一戦，弱い。これでとどめよ。患者さんはどこですか？あ、唔够佢啊！回復です。玩三大妈咧，仲开图啊！怪我治疗は任せるです。A です。A です。A！ 私の番ね。おー、ミス。我撞到你驱王啊。いいものを見つけましたわ。アスティーマー。はっ。奇襲成功！私のターンですわ。貫きなさい、シレットスピア。チェックメイトです。やられたいの誰？邪魔よ。これはおまけよ。取ってください。患者さんはどこですか？言いたくないわよ。A です。これが私たちの強さです。いや、一定系玩咗三大妈版啦。系啊，系啊。梗系话系三大妈版啊，唔玩汉化啫嘛。だいぶ奥まで来たですけど、例のモンスターさんいないですね。道はこっちで合っているはずですから、そろそろいると思うのですけど。
ネプコの艦隊が戻ってきたってさ。これだけモンスターが多いんじゃ、こっちも早めに見つけて帰らないと体力がやばいかも。そういえばベールさんは他の女神さんみたいに変身しないんですか？変身？ああ、女神化のことですわね。私、ベール様が変身した姿見てみたいです。ああ、困りましたわね。女神化はとても体力を使うので、いざという時に取っておいたのですが。あ、ラムレン。愛ちゃんがどうしても見たいというのであれば、私をベルベルかベイちゃんの愛称で呼んでくださいな。そうしたらお見せしますわ。そんな、ベール様を愛称で呼ぶなんて私には。私の女神化した姿、見たいのですか？はい、でしたらほら、恥ずかしがらずに呼んでくださいな。で、ワクワク。で、出る。もう一息ですわ。ほら、どうしましたの、コンパさん。あ、わかりましたわ。コンパさんも、私を愛称で呼びたくなったのですわね。へへ、そうじゃなくて。ベールさんのすぐ後ろにモンスターさんが。私の後ろ？あ、老吹、你玩蓝了。運がいいとはまさにこのことですわ。お二人とも、このモンスターが私たちの探していたモンスターですか？搞笑艺人。いつの間に？老晒男都系飞提，我冇冇罗马冇亲朝呢啲勾提之政，都系飞提。你又讲吧，别别，你私はベール様とゆりゆりだなんて。照れている愛ちゃんは可愛いですわ。やはり普段の凛々しい愛ちゃんとのギャップが。で、敵を前に見とれている場合ではありませんわ。老吹男女都啱。あ、星飛体。お二人とも、サクッと倒して、お友達の元へ帰りますわ。強そうだからといって、引くわけにはいきませんわ。手加減はしませんわ。うわ、ダウンジャック。覚悟なさい。やられたいの誰？覚悟なさい。カオスエッジニュー。おーい、ダレアーマー。私が直すです。ワクワク。我啲个名叫非洲乜乜乜嗰啲啊，全部都系欧洲人嚟噶。で、やられたいの誰？カオスエッジ。假非洲。やっと私の番ですわね。そこ。少しだけ頑張っちゃおうかしら。エイです、ですですです。私の番です。TEC 啫，咩？哎呀，我又唔记得咗啦。確実に当てていくわよ。やっと私の番ですわね。テライディバイド。で、やられたいの誰？カオスエッジ。怪我の治療は任せるです。お注射の時間でてーい。私のターンですわ。写作非洲，读作欧洲，啱啊！嗰啲个名有欧洲，嗰啲名有非洲喺度嗰啲人。覚悟なさい。手加減はしませんわ。任せなさい。邪魔よ。カオスエッジ。やりますわね。わあ。回復です。
啊，全部都是非洲细作。やっと私の番ですわね。手加減はしませんわ。手加減はしません。手加減はしませんわ。私の番ね。覚悟なさい。カオスエッジ。患者さんはどこですか？私が治すです。天良而家见到五星等于欧，好似系你睇望下你自己啊！ロアーズエフェクト。ワクワク。痛いですよ。ですですです。私に任せなさい。一戦これでとどめよ。さて何をいたしましょうか。あいもんぼ手加減はしませんわ。はっ手加減はしませんわ。やられたいの誰。ソウルズコンビネーション。患者さんはどこですか。えい痛くないわよ。何をいたしましょうか。手加減はしません。私の番ね。大事。魔界賞ご縁。怪我の治療は任せるです。回復です。每日四件啊，十二点了。もらった。一戦カオスエッジ。やっと私の番ですわね。はっそこ。患者さんはどこですか。私が治すです。怪我の治療を任せるです。等先啊，解毒，解个毒先。早く治すです。で、やられたいの誰？好。今が使い時ね。さて、何をいたしましょうか。ここが使いどころですわ。痛くないわよ。治療するですよ。私の番ね。もらった。カオスエッジ。やっと私の番ですわね。どうです。少しだけ頑張っちゃおうかしら。ワクワク。回復です。あ、もうね、やられたいの誰。これでとどめよ。何をいたしましょうか。どうです。怪我の治療は任せるです。いい実験台発見です。こんなの覚悟なさい。まだこんなに強いやつがいたなんて油断したわ。レベルアップです。レベルアップよ。また美しくなってしまいました。さて解毒剤に必要な素材も手に入れましたし帰りましょうか。ベール様の女神姿最後まで見れなかった。きっといつか見れる日が来るはずですから、落ち込んじゃダメです。そうですわよ、愛ちゃん。きっと近いうちにお見せしますわ。
帰ってきたことですし、早速薬の調合を始めましょうか。コンパさん、お願いできまして。私、薬剤師さんじゃないので、お薬は作れないんです。おい、きな、チェンシン。それは困りましたわね。私も愛ちゃんも、医療の分野は専門外。頼れるのは、コンパさんしかいませんのよ。ランランさんは、どうなんですか？ランランは豚だから、難しいことはよくわからないよ。そういうことだから、お願いコンパ。この中ではあなたしかいないのよ。けど。ネプテューヌを救いたいのでしょ？救いたいです。ネプネプを助けてあげたいです。けど、私じゃダメなんです。ネプネプは助けられないんです。言っている意味がわからないわ。説明してくれる？実は、内緒にしていたんですけど、私、クラスじゃ落ちこぼれなんです。勉強も実習も苦手で、クラスのみんなと比べるとダメダメなんです。だから、こんな大切なこと、私がやっちゃダメなんです。なんだ、そんなことか。何事かと思いましたけど、そんなことでしたのね。あー、正金だって三千何もコンパクトに、ネプコの命を背負わせるつもりはないわ。そうですわ。私たちも可能な限り協力はしますわ。だから、コンパは私たちに指示でもアドバイスでも何でもいいから、知っていることを教えて。みんなでネプコを救うのよ。有排嘅 CD 啦。
你廢嘢，唔裝住。啊，延充 DCS。有啲咩买先？有好多嘢买，有任做啦，有任做啦。打海豚。打鸡仔。嚟嘅解咗先，有冇巴打想买想要 PS4 Pro 原价卖？今晚交收，佢原价几多啊？而家咪 PS4 Pro 话会啲货源稳定啲嘅，啲炒家咪收晒皮啦已经。好三买嘢 ，OK 买件睇下先。打機學日文，唔係啊，唔識啊。M 記有咩新包啊？趁而家原價乜原價幾多啊？窿曬。阿師咩衫嚟噶？哇！呢件正喎，呢、啊這個。系另一个次元嗰件衫嚟，哇，好正！哎呀，睇唔到啊，好多三星跌勾，啊，机械好似死咗。我系机械人先。叫你睇 icon 啊，扑街！哇！咦，都系捞师傅先。
你放在这里。买了两粒先。之后接个任。咦，这不是有个任可以交的吗？这个任可以交。买啲衫先，哇！屌你，哇！仪式版，都西服啲。来一有 icon。咩三帽咩嚟噶？色板，色板，你见？加数值嘅，哦，三四。Beach 会唔会睇错咗啊？会唔会错晒啊？你咁睇系正啊，狂心童话师啊，这个できたです。これでネプネプを助けられるです。苦戦するかと思ってたけど案外簡単に作れるのね。さすがインターネット、調べれば解毒剤の作り方が載っていたのは
さすがの私も驚きましたわ。早速ネプテューヌさんに飲ませるのよ。さあネプネプ、一気に飲むですよ。飲むのを嫌がってますわね。作っていて相当な匂いでしたし、きっと味も苦いんですよ。好き嫌いはダメですネプネプ、口を開けないと鼻から飲ませるですよ。さすがに病人にそれはダメだと思うの。そうですわ、こういう時は口移しで飲ませるに限りますわ。口移し？ええ、まるで王子様のキスで眠りから覚めるお姫様のようで、ロマンチックではなくて？ロマンチックですけど、それはちょっと。やっぱりベールさんも王子様の口づけに憧れるですか？女の子ですもの、かっこいい殿方との口づけに憧れるのは当然ですわ。ただし二次元に限りますが。都族恩人万丈海宝。けどコンパさんの口づけで目覚めるネプテューヌというのもロマンチックですわ。皆さんもそう思いません？ちょっと、何ですの三人とも。人を軽蔑するような目で見ないでくださいまし。さすがのランランもこれにはドン引きなの。くっ。まさか、愛ちゃんも、愛ちゃんもですの？今のはちょっと。ガーン！ベール様がショックで石になってしまったの。そうです。ネプネプの大好きなプリンと一緒なら、きっと飲んでくれるはずです。なるほど。プリンシェイクに解毒剤を入れて飲ませるのね。違うです。解毒剤プリンを作るです。え？本当にプリンを作ってしまったの。すごい色ね。さあ、ネプネプの大好きなプリンですよ。お口をあーんするです。お、わーべーりわー。口を開けた。あんなに固くなに口を閉じていたのに、こんなにあっさり口を開けるなんて。プリン、恐るべしですわ。ネプネプ、体の調子はどうですか？早く目を開けるです。さすがにすぐ効果が出るわけないでしょ。しばらく様子を見ましょう。ネプテューヌ復活！ビオチョク復活。あ、ネプネプです。いつものネプネプです。あ、ごめんねコンパ。なんか心配かけちゃって。なーに？コンパにだけで私にはお礼はなし？もちろん、愛ちゃんにもありがとうだよ。いやー、持つものは友達ですな。あら、お二人だけで私たちにお礼はありませんの？ララにはヌポ、この人たち誰？
背景。というわけで、ネプネプを助けるのをペールさんたちが手伝ってくれたんです。ランラン、いやー、まさか私としたことが毒殺されかけるとは面目ない。これじゃあ主人公失格だね。ごめんね、ネプコ。防げたかもしれないのに守ってあげられなくて。あ、生了人同意命。アイちゃんは気にしすぎだって。ほら、いつもきついツッコミするアイちゃんに戻って戻って。あんちラッパ小三に。でないと、私のボケが輝かないんだからさ。ネプコ、まったく、病み上がりのくせに調子に乗って。やっぱりアイちゃんはそうじゃないと。ベールとランランもありがとね。お気になさらないで。アイちゃんのためですもの、当然ですわ。けど、あなたも女神なのですから、今後は気をつけるのですわよ。あれ、ベール様、もしかしてネプコが女神だって知ってたんですか？ええ、知っていましたわ。阿爸小心爸爸找代班咩啊？找代班，好赌心。兰兰も空気読んで絶好。なになに？このちょっと気まずい空気。どうして黙っちゃったの？あ、わかった。ハードセンサーで私とベールが対立してるのが原因で気まずくなってるんでしょう。あんたね、少しは空気読もうとしないわけ？ほら、私って、性格上どうしてもシリアスが似合わないっていうかさ。あ、けど、シリアス希望なら変身するよ。そっちならシリアスに耐えられると思うから。噂には聞いていましたが、私が思っていた以上に面白いのですね。アイちゃんとコンパさん、ご心配はいりませんわ。もとより私は、ハード戦争には興味はありませんの。そうなんですか？ええ。敵対しているのであれば、いくらアイちゃんのお友達とはいえ、助けたりはしませんわ。けど、女神なのにどうして興味がないんですか？この世界の神様を決める戦いなんですよね。確かに、私たちはあの方の言葉に従って、長い間戦ってきましたわ。あの方って、誰です？私たち女神を生み出した、先代の女神ですわ。とは言っても、かなり昔に数回しかお会いしたことがないのですが。女神さんたちのお母さんですね。あの方が母親といった実感はあまりないのですが、まあ、そんな感じの人ですわね。けれど、私には女神としての力とゲームさえあれば、世界の神になんて興味はありませんわ。言い切っちゃったです。ある意味、私が思っていた以上にすごい人かも。もちろん残念な意味で。その点、ネプテューヌはどう考えているのかしら。やはり、私や他の女神たちを倒して、世界の神になろうと考えていますの？まあ、実はその辺よくわかんないんだよね。私、記憶喪失だしさ。それは、本当ですの？はいです。名前以外全部わからなかったんです。それは、私とアイちゃんが証明するです。女神だってことも、ノワールから教えてもらってわかったんだ。ノワール？ああ、ラステーションの。ということは、すでにノワールとは、
最初はネプネプを嫌っていたみたいですが、今ではすっかり仲良しさんです。あなた、よくあの堅物のノワールと。主人公ですから、どや。あなたたちなら信用してお話ができそうですわね。お話？あ、もしかしてネットゲームの勧誘？いいよー。その代わり、招待特典半分ちょうだい。それはまた今度、キャンペーンが始まったらお願いしますわ。今回、あなたたちにお願いしたいのは、って、今日はもう遅いですわね。明日、また訪ねてきてくださる？あ、けど、私たち、教会にはユニミテスの使いとして。そんなことなら、お気になさらないで。すべて私に任せて、愛ちゃんは、ゆっくり休んでくださいな。ランランずっと空気だった。飞马要扶糟头。E C 和 C C。哎，收台先，再见咁多位。